こんにちは。さあ、いやーほんとさ、今回さ、あのおかげさまでみんなチケット買ってくれたり、ご支援があって、ちょっとこう今度固定で払い願ったものがみんな払いだし、インターネットもね、回線もみんな、この間までさ電話も止まってたの。なんで多分電話機出しても、電話さ、青森の人もさ電話したけど電話通じねって、やっぱ電話止まったんだかもしれねって、店まで来てさ、あやってらってので、チケット買っていく感じとか買ってけたりさ、本当にさ、まだコロナになってから人さ助けられてますね。いやでも今回さ、本当にみんなさ、俺はこれ本当にみんなさ、ご支援してくれると思う願った。うん。あんまり大変で、ほらほら、今までね、ほとんど運で生きてきた人間だから、うちの事務所のさ、いや、もうそろそろ63年、俺の運も次だかもしれないってさ、喋ってたの、1月下旬の。で、こう、いろいろ片付け物してたきゃ、チケットまだいっぱい作ってきた人を予防したのはいっぱいあってさ、いやダメものでダメものでまだ皆さん買ってもらうかなと思って出したきゃ、いや本当にさ今回はさ助かった、ありがとうございますね。だって振り込んだよって手紙ね、あのフェイスブックとかツイッターやってる人はさ、だって振り込んだよって手紙を起こしたりで、現金一目でこうやって送っていけたりさ、なんでさ、あいつチケット取り置きしてけって人は取り置き、ちゃんと名前書いて取り置きすし、あと送ってけって人はもう少しね、あれ、まとまったら全部書いて送るので、もうちょっと待っててくださいね。うん、1ヶ月以上だってチケット来ないって人はもう一回連絡来れば、うん、動くいっぱいあるところでさ、全部、まあ、こう、みんなメモして、うん、やってらんだけども、もしかして漏れれば前なんで、うん、チケット取り置きでねえのに、まだ来ないって人は、遠慮なく連絡くれねえ。ね、ツイッターから、フェイスブック、メッセージの、うん。で、まあ、ホームページもの止まってたんで、ホームページからもあれできねえかったべし、うん。ホームページも復活できたんで、がねばな、うん、で、あとさ、こうやってそう、青森出身でね、と東京の八王子でラーメン屋さんとかのやってるって、ラーメン屋とウコッケ買って卵をやってるってね、うん、ウコッケの卵のこうやって送ってきてけたりさ、これ卵の、これあとでまあこれ、これこういう卵をかけご飯にして、あとでのちょっと動画出して、うん、これ八王子のさ、青森の下北田が出身の女の人の旦那さんも無謀で仕事してるって、うん、送ってけ、けだりの、あとさ、これさ、秋田の、秋田のガモガモくん、ガモガモくんってな名前しゃべるけど、秋田のガモガモくん、これでこれ味比べ、味比べと、これ味比べと、うん、違う、味道楽の、味道楽、秋田の、うん、で白だし、つゆ、これの秋田の醤油ね、これの口してくれ、これあ、美味しいんだって、これ秋田の漬物、これ明日これまだ何か作っていけろってさ、でも口きてきたりさ、大した、いやー本当にさ、あれだよ、今世の中ギスギスしてるけど、俺はこういうのでの世の中も捨てたもんでねえなと思って、
アリができて、アリができてさ、うん、本当にまだ、まだ、あの、不思議なもんでさ、さ、あの、今回もさ、ハモリの市内の人でもさ、こうやって、いろいろ、助けてきた人たちで、みんな動画のお客さん、うん、すごいね。あと、まあ、音楽仲間ね、かけててさ、うん、あの、とにかくさ、今、その日その日でさ、しのいでいかねば、ちょっと詐欺はわからないはんでさ、と、まあ、あの、店はさ、絶対なくなりませんが、ただの、その日その日のいろんなことの処理するのに大変な毎日だよね。うん。特に飲食店やってる人。この卵食ってきた人もラーメンやってるけど、やっぱり締めれるの。みんな大変だな、こうやっての、支援してきてさ、みんなも大変だべなと思うんだけど、うん、本当にありがてるさ。うん。なんで店はさ、まあ、俺は足腰ジョンプだうちはずっとやろうと思うんで、まあ、あと20年はいけるかなと。なんでみんな、九州の人でもさ、チケット取り置きしといてけと、電話来てさ、いや、来れるんだかって。まあ、いつが行ければいかんで、だから、うん。まあ、あと20年は大丈夫だんで、必ず来てけど、うん。そういう人の、本当にさ、あと、いろいろほら、なかなか一般の人さ入ってこねえ、給付金とか、貸付とか、そういう情報の、あの札幌さえいるさ、IP 関係の社長さんもさ、みんな情報を送ってくれるしさ、うん。ああいうのもさ、普通の人見つけれねえ情報なんだよね。あれの国も、ああいう発公表の仕方って変だよね。うん。しかもさ、期間がもう3月いっぱいとかさ、すぐその期間終わっちゃうとかの、普通の人だとさ、見つけれねえ情報とかの、そういう IT 企業の人たちですぐ見つけてね、情報をこうやってくれるので、いろいろそういうのも手続きしてさ、なんとかしのがねばね、うん。青森は、まあ、コロナよりも今、もう天気、大変だ。雪も今年多いしさ。なんで、2月ってやっぱり1年で一番暇だ時だね。2月なんとか耐えれれば、どんだけね、コロナも今何歩かずつ収まってきていれば、うん、やっぱり我慢できない人じゃね、こっそり一切来るしさ。うん。で、どんだけね、もう赤我慢だかもしれないの。うん。まあでも本当にさ、本当にしつこいようだけどさ、あー、おかげさまで、うん、全部、うん、支払いも終わって、インターネット、これからまだ、一生懸命、うん、なかなかの、今、車動画ちょっと出せないけど、一生懸命、お料理でもの、うん、なんでもさ、一つ、動画の、うん、出すんで一つの、よろぴこと、そういうことでした。いや、本当にくどいようだけどさ、よかった。以前、駐機場もさ、よかったの、よかったの、っての。いつでも行ってお金貸してくれた人もいるしさ。いやー、助けられた。何の、うん、世の中結構動画配信してる人いるし、それこその YouTuber っていう人たちの稼いでやったかもしれないけど、おそらくさ、動画配信しててさ、こんだけ幸せ者ってさ、お楽だよ。あ、こんだけみんなとたべ応援してくれて、いろんなのとかたまに見るけど、俺はさ、動画配信者の中では、だんごに来た。
大五郎した。大五郎だってな、お父さん、俺はさ、一番幸せ者だと思うよ。うん。それかの動画出して、うん、これなるのも願ったけど、さ、みんなのさ、あと電話でもさ、ピアニックでもさ、見ればさ、まあ、みんなさ、暖かいね。うん。もお客さんと喋ったけどさ、気持ちっこありがねえね。うん、ありがねえ。なんでさ、俺はきっとさ、動画配信者、まあ俺は YouTuber ではないけども、だって動画配信してる人たちの中では、うん、自分さ、一番俺は幸せ者だかもしれないけどね。うん、うん、な、大五郎もさ、大五郎もあの、これ間のさ、あの、お客さん、そこ挨拶に来たり、接待するのが、この人の楽しみなのさ。でもさ、ずっとお客さん来ねえじゃん。やっぱさ、ストレスたまる。これ、にゃんこな。僕がお客さんの接待したくてさ、今さ、もうちょっとでもお客さんの気配が感じると、上からダーッて降りてきてさ、お客さんさ、スリスリしてさ、うん。な、大五郎も一生懸命な、お客さんの、あの、接待すんないな、うん、ないな、うん、なんでな、大五郎も一生懸命さ、一つこのお店運営に大五郎も一生懸命なので、うん、一つね、みんなの、寝ごすぎだ人は、うん、大五郎様会いに来てくれば、思いますの、うん。まずは、とりあえずの、うん、動画配信、これ、皆さんお礼ということで、うん、あの、でね、いろいろ毎日毎日こう振り込んで来るので、俺も視聴して名前と控え出て、うん、まだこう連絡いてる人もいるかもしれないけども、必ずあのちゃんとあれするので、うん、一つはね、うん、お待ちくださいの、うん、本当にね、本当に本当によかった、よかったで、足もさ、もうくっついた気すんだよね。あの、ただまださ、こう、足タンガンって叩けば、俺ら肝臓がちょっと響くはんで、まだ高ませんけど、来週、レントゲンの検査さえ行って、うん、おかげさまでね、まだ寒波来て寒いけど、それほども雪積もらないしさ、雪かきさなくてもいいので、うん、助かってますの。うん、あれだ、こういろいろさ、うん、こう、みんないろんな意見あって、どんどんテイクアウトやればいいんでねがとか、お弁当配達すればいいんでねがとか、いろいろあるんだけど、俺はさ、正直、人の畑さ、首突っ込む気ないのさ、うん。例えば、弁当屋さんは弁当屋さんだし、もう昔からテイクアウトやってる人はテイクアウトだし、そこさ、今までやってねえかったので、例えば俺もやるじゃって、そういうような首突っ込む気はなくてさ、うん。やっぱり人の畑はの荒らせば前にと思うはんで、まあ俺はこうやってみんなで助けられてもらって、店維持して、なんとかの、またみんな飲みにしていければ、それで OK。うん。なんで、ベッテさんはベッテさんで頑張ってほしいの。うん。俺はオラで、うん。ベッテの大五郎と一緒にの、そこ。うん、なんだって、うん。もう店メインだはんでさ。うん。店なくなれば、ほら、音楽やってる人たちも、もう困るべし、うん。なんとか、店は、店メインで、うん。店こう繁盛すればさ、まだいろんなことできるっちゃ、前みたいになればの、うん、なんで一つ、うん、そういう感じでやっていきたいと思います。くんどいようだけど、本当に助かった。今回だからさ、
本当に助かった。コロナになってから、YouTube 見てける視聴者の人、サーバー助けられてほしいで。うん。あの電話声をした人もさ、電話の大体みんな結構最後にさ、失礼ですけども、朝の動画の喋り方と電話と同じですねって、まあ同じだよね。まあみんな同じだな。みんななんだかさ、そういうとこさ、感動してくれるのね。うん、まあ、こういう素のままでっつうかね、うん、また素のままでやっていきたいと思います。本当にね、仲いい忘れたことねえかな。忘れた。あまりこう、ありがでくてさ、いっぺん、ありがでありがでで喋るんだけど、あれ本当にありがでしか言葉出ないので、うん、仲いい忘れたこといっぱいあるような気がするけど、まず、うんうん、そういうことで。ありがてえだったなと、そういうことでした。まずそういうことで、そういうことで、しつけえなよ、俺はね。そうすればさ、同じこと何回も喋るようになるっつうから。うん。いや、そういうことで、今後もよろしくお願いしますの。ヘバの、うん、ヘバって言ったら、うん、ちゃんとほら。ヘバあ、よかった。よかった。私は幸せもんじゃ。